皆さん、こんにちは、えー。物理学者の小林新平です、えー。今日はですね、まあ、あの、センスみたいなものに関する話とか、まあ、それに関する誤解の話をちょっとしようかなと思うんですけども、あの、よくですね、空はなぜ青いのかとか、えー、まあ、水はなぜ透明なのかとかですね、あと物質ごとに、こう、まあ、硬いものもあれば柔らかいものもあったりとかするけれども、その違いは一体どこから来てるのかとかですね、まあ、そういうこう、身の回りにあるような、様々ままな現象の不思議さに気がつくことが、 まあそういうもの不思議だなっていうふうに思うことがまあ科学の第一歩だってことはよく言われますよね。まあ確かにそれがまあ科学の目になってるっていう。まあこれはもともと友永慎一郎さんも残しているような言葉ですけれども、それはもう本当にその通りなんですけれども、この言葉はちょっと気をつけないとですね、そういうことが不思議だなと思えなかったりとか、そういう不思議さに気づかなかったりとか、まあ特に興味を持てなかったりとかしたらですね、あれ自分にはちょっと科学のセンスみたいなものがないのかなとかね。 自分にはそういう才能がないのかなとか、まあ自分はそういうものがあんまり好きじゃないのかなとかっていうふうに、まあちょっと思われてしまうところがあるんですよね。まあ、僕がやってるようなあの宇宙の研究、まあ中でもそのブラックホールの中に何があるのかとか、宇宙の果てはどうなってるのかとか、宇宙がどうやって始まったのかっていうのことっていうのは、これはかなり素朴な、ある種素朴な疑問で気づきやすいんですよ。 素朴だけど、まあ、すごく大きな疑問なので、まあ、昔からもう、用の東西を問わず、まあ、ずっとこう、問い続けられてきた疑問みたいな。まあ、ブラックホールはそんな古く、あの、古くはないですけども、宇宙の始まりとか宇宙の破てっていうのは、まあ、まさにそういう、あの、昔から問われ続けてきた。まあ、結構根源的な疑問ですよね。だから、まあ、そういうものは比較的誰でもすぐに思いつく問題なんですけども、その、まあ、意外とその身近な現象っていうのが不思議であるということに気がつくのっていうのは、実はこれはですね、あの、そんな簡単な話じゃないんですよね。で、 あの、まあ、僕ら子供の頃にどういう教育を受けてたかとか、一番最初に読んだ本が本当は何だったのかなんてことは、やっぱりこの、まあの、かなり曖昧ですよね。親御さん覚えてる人もいるかもしれないですけども、まあ、僕自身も子供いるからわかりますけども、かなりね、あやふやな記憶ですし、しかも結構記憶が自分の中で改ざんされてると思うので、まあ、正直なところよくわからないんですよ。なので、僕らって、あの、実は知らず知らずのうちにですね、 あの、例えばその空の青さが不思議だなと思っているような人とか、あの、水が、水がなぜ透明なのかってことを思えたよ。自分を思えてっていう人なんかも、おそらくなんですけれども、誰か周りの人からそれに関するような情報っていうのを入れられてるはずなんですよ。そうでなければ、なかなかですね、当たり前に生まれた時から本当に当たり前に存在しているものに対して疑問をいちいち感じるっていうことはなかなかできないんですね。 でましてですね、その疑問に感じたことを、じゃあちょっと掘り下げてみようっていう発想にいけるかどうかっていうのは、ここね、また大きな、かなり大きなステップがあるんですよ。で、ほとんどの人はやっぱりそれは、な、あの、まあ、ほっといても絶対できないんですね。よくあの、子供の自由な発想なんて言い方しますけれども、じ,あのじゃあ子供を自由にそのまんま、あの、まあ、ほったらかしておいた状態で、 じゃあ、空の青さ不思議だなと仮にまあ思ったとしましょう。まあそこまでできたとして。じゃあ空の、空がどうした青いのかをじゃあちょっと自分で研究してみるか。まあ研究と言わないまでも掘り下げてみようかっていう方向にはですね、なかなか進みようがないんですよね。はっきり言ってそう簡単な問題じゃないんです。 あもちろんその本を読んでみようかなぐらいのことはあるかもしれないですけれども、そういうことにしたって、おそらくは周りの人とか、まあ先生か大人か、まあ近所の人かどうか知れませんけども、あの、まあそれを図書館で調べてみたらとかですね。まあそんなことするまでもなくテレビ見てたらそれに類する情報をやってたとかですね、YouTube 見てたらそれに関係して情報があの転がってたとかですね、そういうふうにまあなってるはずなんですよね。何にも、あの一切何の教育も周りから受けない状態で、 本当に生まれながらにしていきなり研究思考で、あの、まず不思議なことに気がついて研究にいきなり入っていけるってこと、これまずないです。実際あの研究者、我々研究者もですね、あの、最初にすごく疑問になるのは、まあ、まあ、最初のうちはそのどうやって研究するんだろうっていうことに疑問を持つんですよ。特に学部生の頃とから、まあ院生になる前とかは、研究ってどうやってやるんだろうっていうその研究の方法にすごくあの疑問を感じるんですけど、いざ自分が本当にその道に入ってみると、大学院とか入ってこう見ていくと、 研究テーマってどうやって選んだらいいんだろうっていう、そっちの、その問題設定の方が本当ははるかに難しいことだったんだことに気がつくんですよね。だからプロの研究者であっても、結局問題設定するときっていうのは必ずまず3あの先行研究をまず、まあ、研究するわけですよ。既にどんなことがやられていて、どこまで分かっていて、だからなぜ、あのであ、まあそ、で、そういう先行研究も、 どういう意味でやられてたのかなぜ重要だとみんなが思ってそこに手を出したのかっていうことを確認して、で、まあ、すべてをこうサーベイして、あ、じゃあ、ここがまだ分かってないし、ここは重要だからやってみよう。もしくは、ここは非常にこう重要な問題なんだけれども、いきなり手をつけるのは難しいから、まずはちょっとこっちの、こっち側から攻めていってみよう、みたいな。そんな感じのことを決めていくんですよね。だから、研究者にとっても、 その、何をするか、何をそもそも不思議だと思うか、重要だと思うかってことは、あの、そう簡単な問題ではなくて、やはり訓練によってできるようになっていくものなんです。ということは、あの、もし自分自身が、例えば空の青さを見て、なぜ空は青いんだろうっていうふうに、仮に不思議には思えなかったとしても、それを、あの、それについて、まあ、気に病む必要は全くないし、自分には科学のセンスがないんじゃないかなって思うのは、それは全く間違ってるってことですし、 さらには、まあ、掘り下げていくっていう時にも、まあ、それは訓練が必要なので、だからまあ、周りの大人がね、あの、実はそういうもんなんですよってことを言ってあげる、アドバイスしてあげるとか、まあ、ちょっとこう、なんていうんですかね、話を振ってあげる。これって考えてみると不思議だよね、みたいなことを振ってあげる。まあ、そういう必要があると思うんですよね。で、彼に振られても、まだ興味が持てなかったとしても、そこでもまだ、あ、自分にはセンスがないんだとか、自分は興味を持てない、まあ、こういうものってのはそもそも好きじゃないタイプの人間なんだなって決めるのも、まだ早いんですよ。というのは人間っていうのは、 やればやるほど、対象がだんだんだん、まあ対象について分かっていきますからね。で、分かってくると、少しずつその対象に対して、まあ愛着とか、まあ愛情みたいなもの湧いてくるじゃないですか。結局そういうことで、その世界観に慣れてくると、だん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 ハマってくるんですよ。で、しかも、あの、あ、しかもか、さらに、もし自分が、あの、ちょっと分かってきたことに関して、これだけ分かってきたから、ひょっとするとこの物質って本当はこういう側面持ってんじゃないか、なんて予想が立って、その予想が当たりでもしたら、それはもう嬉しくなって、その対象から離れられなくなるもんなんですよ。 それはもう本当に趣味の世界とかと全く同じですね。人間がまあその愛着を抱いていくっていう過程はそこは全く一緒なので、まあだからあの、嫌いだとか興味を持てないっていうのは単純に今まで付き合ったことがなかったとか、今までやったことがなかったとか、長い時間接したことがなかったっていうことに過ぎないっていう場合がかなりあるんです。だってあの、物理ってまあよくね、苦手意識持ってる人が多い科目の一つに挙げられるんですけれども、じゃあ物理苦手だって言っている人で、 例えばですよ、1ヶ月間、もう数学とか英語とか、ね、国語とかの勉強一切ストップして、もう俺は物理だけしか1ヶ月間やらなかったんだが、まだ苦手だったっていう人に、僕出会ったことないんですよ。いや、ひょっとするといるかもしれません。いたらまあちょっとまあその話もまたちょっとぜひ聞きたいとは思いますけれども。 でもまあ、僕もいろんなところで教えてきて、えー、学部自体は塾の先生とか予備校の先生とかもたくさんやりましたけども、そういった中で見てみて、まあ自分自身の経験で言っても、やっぱりそこまでやり込んで、まだ全然わからない苦手だっていう人にはあまり出会ったことないんですね。 まあある意味僕ら研究者はそういうことずっとやってるわけですけども、1ヶ月間とか1ヶ月どころかずっと物理ばっかりやったりとかしてるわけですけれども、その時にもちろん、うわ、物理に立ち打ちできないとか、うわ、自然とか宇宙には立ち打ちできないって思う、その苦手感はもちろん種類がちょっと違いますよね。それはね、もうね、あの、自然界が出題してくる問題ってのは、人間が出題してくる問題じゃないですから。 あの、もうとにかく、まあ問題の種類も無数にあるし、そもそも我々のスペックで解けないかもしれない問題とか、我々の問い方が悪すぎて答えが出せない問題っていうのも、それはもちろん山ほどあるので、まあそこにはね、毎日のように打ちのめされるわけですけれども、でもそれでもまあその時に感じる、うわー勝てんかったっていう思いは、まあちょっと楽しいところあるんですよね。 ちょっと幸せを感じているところもあります、まあ。ということでね、あの、よくね、センスみたいなもの、ね、これはあの、まあ、僕、これあの、僕が学,学部時代にあの、教わった先生の、ま、言葉で、まあ、非常に印象に残ってるんですけれども、直感っていうのは磨くもんや、ってその先生おっしゃったんですよね。僕はあの、やっぱり直感っていうのは、生まれつき持ってる、まあ、そのなんか天才的なセンスみたいなものだと思ってたんですよ。 で僕だけじゃなくて、やっぱ僕の同期たちもみんなそういうふうに思ってたし、まあ、その先生もまあ若い連中みんなそういうふうに思ってるみたいだけどって感じでこう話してくれたんですけども、直感は磨くもんなんだって分かった時に、ああ、なるほどと。あの、まず一瞬ちょっと嬉しくなりました。なるほど。自分がセンス今ないと思ったとしても、まあそれはいいんだなと。で、その次に、あれ ちゃんと磨かなあかんなって思い直して、さらにこう、ちょっと、ああさらにでは、まあ、その次に、まあちょっと、あ、もうちょっと頑張らなあかんっていうね、あの、反省したんですけどね。自分はまだまだ直感が働かない。あ、ってことは、ちょっと努力が足りんねやなっていうふうにはまあ思いましたけども。いずれにせよ、まあ、どの分野でも同じことだと思うんですけれども、長く携わってる、長くやるっていうこととか、まあ、まあ、愛着、まあ、愛着が湧いてきてからだったら、もう、ものすごく楽ですけれども。 一番最初はなんかもっと本当に、ねまあ、こんなことばっかり言ってますけど、あの、気楽に、とにかく気楽に始めてみて、長い間付き合ってみるっていうことが、まあ、すごく大事なんじゃないかなと。一番最初に興味が持てないとか、自分には向いてないかもしれないと思って、まあ、そこでいきなりやめてしまうと、多分それは間違ってんじゃないですかねっていう感じがします。まあ、とはいえ、もちろん人間ですから、好き嫌いはありますよ。こっちの方が好き、こっちの方が嫌いってのはもちろんあるので、でもそれすらもね、ある程度やってみないとわからないですよね。 食べ物の好みみたいにね、まあ、口に入れたら入っちゃったとか言うんだったら、もうそれはもう本当にすぐにわかるでしょうし、まあ、ちょっとなんかまずいだろうなってことありますけど、でもそんな時ですからね、たまたまその日の体調が悪かったとかってことありますからね。体調が悪い日に、あの、食べて、で、あの、入っちゃったりとかすると、そのもののことずっと一生嫌いになっちゃうとかありますけども、でも実はね、あの、しばらく経って大人になってから食べてみたらめちゃくちゃ美味しくて好きになったとかね、そういうこともありますよね。まあ、単純に年取って体質が変わるとかもあるんでしょうけれども。そんなことあると思うので、なんかその、 一般的によく言われるようなセンスみたいなものにはあまりこだわらない方がいいというか、まああまりそういうものに執着しない方がいいんじゃないかなっていう、まあその方がまあ本当に好きかもしれないものにまあ出会えるというか、長く付き合っていけるんじゃないかなっていうふうにまあちょっと思いました。ということでまあ今日はね、センスみたいなものに対する誤解についてのお話でした。